ケー、バイバイ。はい、それじゃあ船が出ますよ。店舗向こうの方に、ね、あの石の橋がありますけどね、そこまで美観地区になりますね。国指定の、ね、重要建造物の保管地区ですか、自分の上でも勝手にいられるね。この両側の場所 も全部もう江戸時代から明治大正にかけての家ばっかりですね。昭和の家運はもう一軒もありませんね。当時のまま残しています。もちろんあの電柱も見えませんがね、テレビのアンテナなんかも見えませんね。はい、この右側のね、この郷土玩具館ね、これ もう昔のね、商家の家ですね。商人の家だったそうね。こちらの推ではもう2番目ぐらいにね、古い家ですけどね、昔の商家の家ですね。ちょっとあの2階にね、倉敷のもう町は独特の窓がついてますね。商家の家にはもうほとんどあんな窓はね、ついてますね。倉敷窓ですね。この左側の家に自転車を置いておりますけどね、あの向こう側の家は昔の米蔵の建物ですね。非常にあの燃えにくい家を、ね、作っていますね。壁にはあのナマコ壁ですね。非常にあの燃えにくい家ですね。もしあの火災が行くの場合は天井の方がありますね。天井はあの木材ですけどね。あのこの橋まで、ね、一応美観地区ということでね、この橋から向こうはもうね、家の方に住民していけたんですけどね、向こうはもう来たらね、いろんな意味でね、今日は皆さんね、9月ですね、日本で初めてこの倉敷市でね、条例を作ってこの家並みを守っていくんですけどね、であの美観地区から始めたんですけどね。これはね、このまま行くと、あの昔はね、このまま海を越えておったんですけどね、現在はもう締め切ってね、海水が入ってきましたよね。昭和30年代前半まで海水が入ってきてたんですね。
左側にはね、星野先生の記念館にね、クラシック出身。そうそう、うん、そうしとくよ。じゃあ、そしたら、後に行くね。うん、見ていこうわ。僕じゃね、ここ捕まろうか。ネギの木、実がなるんですね。ホギの方は実がならんパパ、走るか見えると？あ、あ、あ、こっちにはパパがおった。ここは、NHK の朝のドラマの撮影っていうんですけどね。今放送してるマッサンね。はい。で、2、3年前にカーネーションね。はい。で、ここで入れさせてもらってね。左側のね、この広い建物で、昔の町屋子ですけどね。カーネーションでは、この
橋はね、明治10年にできた橋ですよね。非常にこの大きいね、これ木でね、作ってる木じゃないですかね。これね、一本もげしなんです。はい、非常に長いね、一本もげしですよね。長さが約10メートルあるんですけどね、長さとしてはもう日本でも最高クラスのね、長さらしいですね。皆さん、あの八代将軍吉宗わかりますね。この右側のこの旅館ね、鶴渡井の建物ね、その当時の建物です。あと270年ぐらい前の建物ですね。現在の旅館ですけど、昔は、ね、油問屋だったんですね。現在もね、倉敷でも人気の旅館になっているんですね。この川沿いでは一番古い建物ですね。カモイン入ってるから。現在はね、マスキングテープ。今日のこの倉敷の町から、ね、両方祭りになるとね、家自慢の両方があるという展示したんですけどね、特にこの右 の、ね、大原本家になってね、この作品でね、他の人も実際に昔からも行ったんですけどね、今日もなんかね、エアコンの展示しておくんですけどね、ぜひ見てみてくださいね、一番興味を見てみてくださいね、なんかここにしか私ないと思うんですよ、ね、左側は上の建物ですね、大原ですね。昭和5年にできたものですね。なんかあれば寄ってくるでしょうか。なるほど。わかった。左側のこのリュックのお家には今あの一般開発しておりますけどね、大原家の別邸になりますね。出たかな。昭和22年には昭和天皇が出てきたんだよね。天皇陛下が泊まったわけですね。Yeah. Yeah.
イタリアの、ね、旅館の庭に、ね、立派な黒松が、ね、ありますからね、古いですよね。これはもう500年は、ね、たっぷりと言われておりますね。この辺り、暮らしの中心部は、ね、昔は海だったんですね。観客も大きいですけど、観客の皆さんも海、30年ぐらい前ですね。その時に自然に車が乗ったそうですよね。靴履いてないと降りるね。降りるね。違う靴出してる。何だった？ブーツ、ここに、お車に来てる。この橋ね、明治10年にできた橋ですけどね、もう当時の資料がね、もう全く残ってないんで、はい、ここだけね、これ当時のね、証拠がね、これがあるんですね、証拠がね、石の側面ね、はい、この沢の先ね、ちょっと見てください、これね、沢の先ね、はい、ここね、あー、はい、本当だ、本当だ、ね、明治10年、日の子を住んで帰ったんですね、うん、これは唯一のね、証拠ですね。旅館ですけどね、あの飛び飛び型 の旗が、ね、ありますね、昼のマークのね、はい、これはあの昔は佐藤殿屋の建物だったそうですよね、現在のことですね。ここ暮らしてあの天井がある前はね、飛び飛び型の、ね、支配下にあります、ね、もうすぐおばあちゃん、わかった墓の旦那はい、おかえり、ただいま帰りました。ちょっとそれで待っとってね、待っとって、ちょっとバックしますからね、船がね、まだよ、まだよ、あ、手中入れて危ない危ない、はい、どうぞ、はい、どうもありがとうございました。足元気をつけてください。足元気をつけてね。はい、どうもありがとうございます。